はいどうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、いつもドローン練習してる場所に、来てですね、ちょっと一個ご紹介したいものが出ましたんでね、そちらの方をご紹介したいと思います。これもね、商品提供をいただいて、動画ね、撮らせてもらう分に、なります。いろいろね、商品このなんていうかな、ご提供いただく案件もね、メールとかで連絡来たりするんですけど、やっぱり興味がある分についてね、お受けして、僕の場合はやってる感じになります。まあ、今回の分もね、なんかすごくこう魅力的に感じたんでね、それをね、紹介、なんですかね、依頼を受けたというか、そういう形でやってます。で今回はね、ポップアップテント、こちらの方ね、ポップアップテント結構大きなタイプになるんですけど、家族用のポップアップテントみたいなやつね。で僕もどっちかというと、なんていうかな、本当に、2人とか3人用になるのかな、そういうポップアップテントは、してたんですけど、こんな大きなねタイプのポップアップテントがあるのはあんまり知らなかったもんで、すごくね興味が湧きました。なんかアメリカとかではすごく人気がある商品ということで、話は聞いてるんですけどね。まあ実際ね、とりあえず開けてね、中身見ていきたいと思います。もうここにね説明書がね、説明書っていうか、まあこれ畳み方か、これ畳み方やね。なんていうかな、設営するときはね、ポーンとね投げればね勝手に開くみたい、自動で。で家で一回開いてみたんだけど、予想以上に大きくて困っちゃったんで、まあ決してね家の中であんまり開こうなんていうことは考えない方がいいかもしれない、買う人はね。あ、サイズ的なものはインチセンチで書いてるか、センチで書いてるね、幅が260センチね、で奥行き、どっちが幅っていうかな、この奥行きが、380センチで、縦が130センチということでね、結構大きいですね。はい、ということです。で耐水圧なんぼって書いてたかな、ちょっと後で、スペック的なものはこっち出しときますわ、今ね、この辺り出しときます。こんな感じになってます。だから防水なんかも結構ね効いてるということなんで、まあ、その辺りは実際ね、キャンプ雨の日やってみないと実際のところわからないと思うんですけど、まあとりあえずね、設営の方簡単なんでやってみたいと思います。ではでは。はい、設営終わりです。ちょっとまあっていうか、ロープとかね張って、ペグ打ったりは、当然しないといけないんですけどね、今日はもう簡単に説明だけで、大きさとかね、入ってるものは、まあ、テント本体とペグかな、ペグが普通のね、簡単なペグですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12本ね。あと説明書ね、になります。説明書はまあ
英語の表記ですけど、そんな難しくはないと思うんで、まあ全部絵描いてくれてるんでね。はい、じゃあちょっと中の方見てみようと思います。多分このテントでね、一番ネックになるのは、家で一回ね開いたって言ってましたけど、畳むのはねちょっとコツがいると思います。今日も一発で畳めるかどうか分かんないんですけどね、慣れたらね簡単に畳めるとは思いますけど、家で一回開いた時にねちょっと畳むの手こずったんでね、まあそこをもううまくこうレビューっていうかね、取れたらいいなと、やってるとこね、というふうに思います。じゃあとりあえずテントの方ね、中見ていこうと思います。はい、どうも。とりあえず外観こんな感じですね。こっちが入れ、これ入るところはね反対側かな、こっちですね。で前室もね結構、広いというように書いてたんで、ちょっとこういうのを撮りながらやるっていうのはねなかなかしんどいですよね、いつも思うけど。ちゃんと見えてるかな、液晶でなんかどこ撮ってるのかいまいちわからなくなっちゃってるけど、よいしょ。これはここで負けますね。ね、まあ今はもうちょっととりあえずパンとこう上に天井に乗せときますけど、で、ここがもう前室に、ちょっと待ってくださいね。はい、ここでねとりあえずテントの上の部分ちょっとシートね、止めました。あ、外れちゃった、まだ、まあいいか、一箇所止まってるし。で、ここがね前室になるはずなんですよ。よっ、本当はだからペグ打ちをねちゃんと、あ、これやね、こうやつちゃんとペグで打ってあげるとしっかりしますけど、とりあえず前室がこの辺このくらいあるんで、屋根もねこのくらい前室分あるんでかなりいいんじゃないですかね。ちょっと中入ってみましょう。でここが前室で、さらにメッシュのやつがあって、こんな感じ。ちょっと後で僕ここで寝てみますね。三脚で置いてちょっとカメラ撮ってみましょう。で両側に、同じタイプの窓がありますね。でなんか小物入れが、これも2箇所あります。これ何かな、なんかコードとかを入れれるのかな、ここ。まあ、ソーラーパネルとかそんなんでね、やってた、AC 電源あるサイトだったら、これも活用できますよね、こういうの。窓は、ここだけが開いて、空気入れれる感じになってるんですね。窓のこの表のやつの開閉は、表からしかできないですね、多分。そういうことですね。この上のマジックテープは何かな、これも中に何かやれるようになってんのかな。ちょっとそのあたりがあまりわからないですけど、まあでもこの AC のこの入れれるとこがちゃんとついてるのはありがたいんじゃないかな。で、こちら側は出ることはできないですね。でここに換気用の通気用のやつがあるくらいで、そんなに、まあ、説明するところはないかなと思います。まあ、やっぱり入り口の方ですかね。こんな感じ。うわー、これ広いわ。これポップアップで建てれるんだったらいいな。ね。ランプ吊るすのはここかな。まあ、ここら辺はもしパイプが通ってたらね、こういうところ、ライト吊るせたら多分一番いいんでしょうけど。まあ入り口のところくらいしかないかな。はい、じゃあちょっと三脚向こうに立てて僕寝てね、撮ってみましょうかね。じゃあちょっとお待ちください。
はい、どうもすいません。ちょっとね、音声ね別撮りでちょっと撮ってたんですけど、それがうまくね撮れてなくて、もう全くまたね後でアフレコで撮らせてもらってます。前室の説明をしてますけど、まず前室はね、下にシートが、前室にもシートがね、あります。まあ後でまたね、映像出てきますけど、そのシートをね一応畳み込んで土間にできるようにも、なってます。だから靴とか置いたりね、そういうのでやるんだったらそういう使い方もできますし、まあ今やってるみたいにカバンとかね、そういったものを置いて、まあ使うこともできると。まあ一部分だけねちょっと折りたたんで土間にして靴置くみたいな使い方でも多分いいと思うんですけどね、もともと分割して、畳み込むなんていう機能はないですね。で、中の方の広さなんですけど、まあ私ね、身長がだいたい180くらい、体重がねもう100キロ超えてます結構ね、ガタイがごついんですけど、まあ見てもらった通り、多分ね手伸ばしてね、今やってますけど、足も伸ばして手も伸ばした状態で十分入ります。でもうちょっと横の方にね多分次行きますね、横の方に行ったとしても、今ちょっと見切れてるところはありますけど、もうまあこんな状態で寝ることは絶対ないでしょうけどね、十分寝れるスペースがあると。だから僕の感じでいくと、まあ、荷物とかもいろいろ置いたとして僕ぐらいのガタイの人であれば、まあ、3人4人になるときついかな、だけどまあ家族で行くんだったら、まあ例えば僕と嫁さんとあと子供2人くらいだったらもう全然問題ないと思いますし、まあ、それプラス荷物をね、中に入れても、全然余裕じゃないかなと思います。これがねポップアップテントでねこれだけ広いっていうのはねいいんじゃないかなと思うんですよね。で今グラウンドシートは全然引いてない状態なんで、でも特段ねちょっとね地面が若干湿ってたのかな、だからちょっと冷たい感じはあるんですけど染み込んでくるような感じは、ありませんでした特にね。まあ心配だったらグラウンドシートだけ持っていくか、まあ、どっちしろ中にね、クッションっていうか寝るところに何ですか、ウレタンのその何ていうかな、クッションみたいなのを引くと思うんで、まあ、エアマットとかね、まあ、そういうの引けばいいのかなと思います。まあ、テント自体汚れたくないんだったらやっぱりグラウンドシートいると思うんですけどね。はい、まあまあそんなもんですね。で一応ねインナーテントだけもね後で言ってたかな、外したりもできるんですよ。まあ右側の上あたりでねちょっと紐が見えてたりしますけど、だからインナーテントだけを外して、まあ、洗っていいのかなこれちょっと分かんないけど、それだけをね、まあ、外して、まあ、掃除するなんていうことも、可能ですね。で中をちょっと見ていきますけど、これ前室のね、ところですけど見えますかね、多分アップしてたかな、アップしてますね。ここでね何ていうかな、留め金みたいな、何ていうかな、まあ、丸い円のやつにこうね、引っかかってるような感じなんで、それを抜いてあげたら、簡単に外れるような感じになるんで、まあここは普通は土間として使ってやっぱりね靴を中に入れた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、中がね十分広いんで荷物全然入れれますから、まあ、それかまあちょっとね3分の1くらい、折り込んで土間にして使うみたいなやり方でもいいかもわかんないですけど、手前の方の下のところはね、なんていうか外せるような感じになってないんで、まあもう土間に全部しちゃった方がいいかな。でこれさっき言ってたインナーテントね、全部こういう形になってますね、棒でこう穴に入れてね、こうフレームに吊るしてる感じですね、インナーテントをね。だからまあ外して掃除までやることってあんまりないかもしれないですけど、まあ、相当インナーの方が汚れちゃったとかなんかいう場合には、まあ洗濯っていうかね、そういうこともできるんじゃないかなと思います。洗濯機はまずいかもわかんないけどね。はい、まあ、ちっちゃいテントであればね、まあ反対にして水かけたりしてやってもいいと思うんですけどね。はい、
でこれ窓がね、だから横のチャックだけなんですよね。でこれ今あの表の方にかぶさってる分は、上に折りたたんでね、収納してるんですけど、中からねその外のその幕を、こう下ろしたり上げたりっていうのはちょっとできなさそうな感じですね。ね今から多分ね外へ行って表見てもらえると思うんですけど、このね窓だけがねなんか若干不思議な構造になってますね。ああそうそう、今あのペグ打ちね、するところちょっと説明してますけど、だいたい下ね4箇所くらいすれば大丈夫だと思うんですよ、風なければ。で風があるときはこういうロープね、張ってるところ、まあ4箇所くらいやれば、まあもっとね多分ね、つけれるとこあるんですよ紐。まあ、心配というか風の度合いによってねそこら辺は調整してもらったらいいと思います。でこう窓の構造だけがねちょっと謎なんですよ。内側にもね一応ねチャック紐がねついてるんですよ、表と裏とね。だけどなんていうかな、中からはちょっとね開けれるような構造になってないんですよね。なんかちょっとそれだけが不思議な感じですけど、まあ、いきなりこうね、雨が降ってきたなんていう時はねどうしたらいいのかなというね、感じはします。でこれ通気口なんですけど、そうそう、ここのねマジックテープなんで、これがね樹脂かなんかのねやつがね入ってるんですよ。だからここちゃんとね、つっかえ棒みたいなのにして換気ができるという構造になってます。まあ、テントこういうのね、通気口ついてますけど、まあ暑い時にねどこまでこれで風が通ってんのかちょっと微妙な感じはありますけどね。結構でもテントはまあ基本ああいうのついてますよね。窓開けないとねそういう時はね。あ今触ってますけど、まあ風が強い時はああいうとこにもこうロープっていうかね紐つけて、まあペグダウンして使えば十分ね風にも耐えれるような感じだと思うんですよね。フレームは結構しっかりしてましたよ。十分ねいいと思います。で、これがね、ちょっと中をもう一回、ざーっとね、見ていただこうと思って撮影してる映像になります。まあ広さね、あとまあ構造、まあ、こういうの撮るときできるだけねゆっくりゆっくり撮影しながら、なんとなく商品のなんていうかな、僕の思ってるとこだけ言うんじゃなくて、こうなんていうかな、実際やっぱりリアルで見てもらって、なんかこうね、見ていただいてる人が感じてもらえたらいいかなと。だから取り忘れとかそういうのがないようには一応してるんですけどね。どうなんでしょう、なんとなく商品のこうなんていうかな、良さ、あと質感とかそういったものが分かっていただけたらいいかなと思います。はい、ではでは。はい、どうも、じゃあね、片付けをしていこうと思います。ちょっと見といてください。うまくいけばいいんですけどね。はい、今ねとりあえず窓とか入り口換気は全部閉めました。で、どうするかというと、両側のここにね、これをこういうふうに持ってきますね、両側で。このままねキュッキュッて、畳むような感じでやって、一箇所かな、とりあえず大きくね、これあこうこうやね、だから大きく二通りにします。これをね、そうそう、間違えたらね、キュッキュッってやってなんか三つ折りみたいなにいきなりできちゃうんですけど、それやるとね入れれなくなるんで、とりあえず大きく二通りね
でここからさらにぐねる、あのいけるかな、あのぐねってよっ、これがコツがいるんですよね。どういけばいいのか、ぐにっと、じゃあ縦に持てって感じ、縦に持って、縦に持って、これがうまくいかない。こうか。これを。どうやればいい。ちょっと、こうか、うん、やっぱり慣れが言いますね。でこれで折れたんで、このゴムみたいなやつが一箇所あるんで、それでとりあえず買いに、締めます。それであとはこのバッグに入れれば完了。これね、ちゃんとね、さっき言ってたように2回ステップを踏んで折りたためたら袋にはちゃんと、スムーズに入ります。1回でこんな感じね。こんな感じです。ここにね、閉じ方の説明書いてるんですけど、僕はこれ見てもあんまりよくわからなかったです。なので動画ね、僕の動画見ていただくとか、一応レクチャー動画的なやつが、あったと思うんで、それ見てもらうとかしてもらったらいいかなと思います。今からもう一回だけね、これを開けて閉める、まあ閉める動作ね、今僕がやったのが、だからさっき言ったように家で1回開けちゃったので、それが畳む作業までが1回で、今2回目です。2回でとりあえずこのくらいでできてるんでね、もう1回やってみます。これ畳み方が悪かったのかな、バーンとね1回目開かなかったですけど、出すときは開けて、ゴムをね外して、こうやって外して、
基本これだけね、あの設営は設営っていうか、あとペグをねちゃんと、まあ、最低4本打てば、風がなければまあ使えるかな。風強い時はやっぱりね、ロープ張ってあげないとダメですけどね。じゃあとりあえず次片付けをします。両側から持って、とりあえずこれ半分半分ね、半分に半分にします。こうパタンとやればこう折れますからね。パターンはこっからなんですよね、僕ね。半分にしてここからこれをギュッとやって、これを半分にしないとダメなんですけど、ここが結構思い切りがいるかもしれない。ここをギュッとギュッとこう、こっちは引いてこっちは押す、これを結構勇気を持ってやらないとダメかもしれない。で無限型にして反対をパタンと折り込んでくる感じ。いけましたね、とりあえずね。ここまで来ればあとはこいつを ゴムを簡易的にゴムを巻いて止めて、あとは袋に入れる。さっきも言いましたようにちゃんと畳めてたら袋にはスッと入ります。袋にちょっと入らないっていうことは何らか畳み方を間違えてます。はい、完了、はい、ではちょっとこれ置いていきます。置いていくってもういいかね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。これメーカー名がなんて読むかな、メーカー名わからない、もう読み方がね、毎回こういうメーカーさんってちょっと読めないっていうか、あのことが多いですけど、いかがでしたでしょうか。あの、まあ、ポイントとしてはやっぱりあのこういう大人数で行くキャンプでもあのポップアップで簡単にね設営ができるっていうのがやっぱポイントかなと、ね、いうふうに思います。あの風が強くても多分あのちゃんとあの紐ね、こう何ですか、何箇所もつけてあげたら十分いけると思うし、まあ、耐久性とかね、僕も使ってみないとまだ何とも言えないところもあるんですけど、ぜひね僕は使って家族で特に行く時とかは使ってみたいなというふうに思いました。はい、ではあのとりあえずね、製品のご紹介、特に僕が困ったところは、やっぱりしまうときね、そこの手順 あのところはね、まあ、ちょっとでも参考にしていただけたらなというふうに思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。